今回はちょっと人体実験をしたいと思います。乗ってからやべえこと口走り始めたな。実験台はもちろん私自身で。野生の北条で草、ついに気でも狂ったか。今までは車種性能の検証ばかりだったので、このチャンネルで、ついに人体実験に手を出したというのは、なかなか面白いと思うんですよね。人体実験に手を出すことを誇りに思うんじゃねえ。まあ、どんな実験かだけでも聞いてみようか。百獣の王として有名な、武井壮さんがラジオなどでおっしゃっているのですが、1日1時間を、全力で1ヶ月間、何かを調べたり練習したりし続けると、その辺の素人より全然詳しくなったり、上手くなったりするという話があるじゃないですか。知らんな。ここじゃ変ネタ突っ込むとこじゃねえ。まあ、それは奥として、そこでこのゲームで、同じ条件で毎日1時間を1週間走り続けたら、一体何が起きるのかを実験してみたいと思います。幸い、今週のデイリーレースの市販者ものは、私がタイムアタック実績のあまりない、筑波サーキットが課題コースとして選ばれたので、実績のないコースでどこまで行けるかという、挑戦にもなります。筑波での過去最高順位は？自己ベストは、アジアオセアニア地域10位で、ギリギリランキングに乗ったくらいのタイムです。ただ、この時はトップから 0.359 秒落ちと、小回りのコースにしては、だいぶ差がついた印象があります。今回の実験では、この時の順位を超えるか、もしくはトップからのタイム差を縮めることができれば、実験成功としたいと思います。三日坊主以下のウプ主が、ちゃんと一週間続けられるかどうか、疑問しかないけどね。まず、一日の中で、どのタイミングで時間を取るかだよな。寝る前に走るのか、それとも寝起きに走るのか。朝に走るわけないじゃない。低血圧で夜型のウプ主が朝にちゃんと起きるなんて、何かとんでもない出来事の前兆としか思えないんだけど。まあまずそれ以前の問題として、ちゃんと一週間続くかどうかだな。ウプ主の生活の、根本的なだらしなさが問われている企画だな。まあ、一日一時間くらいなんとかしてみせましょう。それでは、検証に入ります。はい、じゃあ実験を始めていきますよ。ウプ主さ、まず最初に突っ込みたいんだけど。はい、どのようなご質問でしょう。右上に表示されてる時間は一体何？4時34分、実験の開始時刻でございます。ぶっちゃけちょっと寝過ごしたんですけどね。もうちょっと常識的な時間にできないのかよ。時間が足りないし、寝る前は動く気しないから無理だね。それじゃあ始めていくよ。大丈夫かな？とりあえずリプレイも見てないし、適当に走っていきます。11秒9。トップタイムっていくつだっけ？11秒2です。まあ、一発目だから。うっし、もっかい走って更新したけど、まあまだ全然遠いな。そろそろスタートから、10分経過する頃ね。さすがに10分で結果が出せるとは思えないけど、ちょっとトップタイムから遠すぎるぞ。リプレイも走りとかセクションタイムとか、何にも見てないから、もしかすると走り方が壮大に間違ってる可能性はあるよな。普通そういうのって、最初に確認してから走るもんじゃないのか？筑波のアタックは散々逃げ回ってきたから、走り方そのものがよくわからなくてね。一度ある程度まで自分の走り方を固めないと、トップとの違いもわからないからさ。あと、この条件のセクションタイムの相場も、全くわからないから、とりあえずどれくらいのセクションタイムだと早いのか、そういう感覚をつかみたいよね。お、コンマ2秒マイナス。これはちょっと緊張する。ニセアをなんとか決め、いいはずしてんじゃねえか。何やってんのお前。いや、それでもなんか差が広がっちゃってる。一瞬でまた元に戻ったけどね。なんだったらこのストレート、ちょっとずつ差が詰まってるぜ。嘘だ、どんどこどん。現実から逃げたってしょうがないでしょ。夢の世界に逃げたって、冷めたら惨めになるだけだよ。ゲームの中でさらに逃げ出すとはどういうこった？くっそー、戦え、せめてゲームの中くらい戦え。現実が後ろから迫ってきてるぞ。やめろその言い方怖い。最終は綺麗に決めたぞ。さあこれでどうよ。うわ、更新幅は大きいけど、トップまであとコンマ3か。トップ10くらいには乗ったかと思ったけど、9位10位と同タイムでランク外っていうね。ボーダーラインで3人同タイム、こんなことってあるのね。ざまあねえな。ちょっと、俺そう。今度こそランキングボードに乗れる。うるせえ、まだフィニッシュライン通ってないんだから、油断しないでくれる？いやー、反射芯出ればなんとかなるでしょ。そう。だからまだ早いっつってんだろ。多分これで。なんとかなったはず。
よう知ったこれ、乗った。これは確実に乗った。ち、待って下打ちするのやめてくれる？冷静に考えるとさ。筑波でランキングボード乗るの、すっげえ久々なんだけど。デイリーのランキングボード自体は、条件を選びさえすればまあまあ普通に乗るけど、筑波は前に乗ったのが1年半も前らしいから、さすがにちょっと記憶ないよね。これさ、もしかしてさ、リトライから全開でスタートラインまで向かっても、速度が乗り切らないパティンじゃね？つまりどういうことだってばよ。これはリトライした時に、そのままスタートラインに向かっていくんじゃなくて、一回逆走して、勢いをつけてから最終コーナーを回らないといけないやつ。よっしゃ揃った。揃っかしかよ。揃ったことはどうでもよすぎるわね。なんかうまく曲がれた気がす。気がす。いつ頃流行ったネタなんだそれ。流行ってたかどうかはわからんが、使われてたのは結構昔のよっしゃったー。ほらー。急に切り出したぞこいつ。最終コーナーでいい結果が出ることを祈ってるわ。私にとってね。まあ、何考えてるかわかんねえ。恐怖は。恐怖、最終コーナー。こんなところでアンダーを。あ、やばい本当にちょっとアンダーじゃねえか。インの外し方が地味すぎるんだよ。でも多分まだ前は守ってるはず。ほらー。タイヤ半分アンダーサンチェスケス、ち。だから下打ちするんじゃねえっつってんだろ。まだ初日なのに、見たこともない成果が出始めてるんですけど。1時間の努力偉大すぎだろ。初日から幸先いいスタートなのが気に食わないわね。1時間の努力を1週間続けると改善に、まず何かを1時間やってみる、そのことの重要性よな。でもトップタイムからはまだ差があるし、また明日以降頑張るよ。一晩経ったら4つ順位が下がってるんですけど。やっぱり結局、いつものポジションに収まるんじゃない？トップタイムも更新されてるな。なんかトップが見覚えのないアカウントなんだけど、あれは誰ぜ？うちのチャンネルのコメント欄で、インカットしすぎーとか言ってるやつ？このゲームの現実はこうだぞ。ゲームの現実、また頭の悪そうな動画。というわけで、現在4時2分、スタートします。なあ、ウプ主。はいはい。まさかこれ、今週ずっとやるつもりじゃないだろうな。やりますとも、ええ。そうか。とりあえず一周してみたけど、昨日の一周目とそんなに変わらんな。昨日の練習から何も学んでないと。6。トップのセクションタイムを超えてきたわね。嘘？トップの第2セクター通過タイムは737だったぜ。今のブレーキングも、そんなにはルールくないと思うんだけど、メンタルがダメダメじゃねえか。くっそー、手が震えてきやがった。ゴーストはどこだー？きえー。初代ポケモンの祈祷師みたいな規制を発してんじゃねえ。ちゃんといるだろ、背後霊みたいなのがさ。怖い怖い怖い。最終コーナーさえ決めれば、2日目にしていきなり暫定トップもあり得るこの状況、果たしてその結末やいかに。なんかちょっと失速してるんですけど、しかもちょっと今空いてんじゃねえか。何これ？何このもうエンディングですみたいな曲。終わり？もしかしてもう終わり？このままのつなぎでもういい感じにエンディングに入っちゃう感じ？いやちょっと待て。もうダメじゃねえか。もうホールのタイム過ぎちゃってんじゃねえか。じゃあなんなんだよこの演出はよ。くっそー。ちょっといい気になって損したじゃねえかよ。でもこれ事故でくらい更新。お疲れ様でーす。なんじゃこのクソタイムどもは。クソタイムの更新で。このクソタイムの更新を止めるには自己ベストを更新するしかないわね。面白くねえんだよ。
今日は、もうダメかもわからんね。まだ1時間の半分も経ってないぜ。これ以上のタイムが本当に出せるのか？この俺に？もうすでに TA 実績のないつくばデイリーのランキングボードに載ってるんだぜ。もう十分だろ。一石17秒切れてねえ。ここも大きく回った方がいいのか、それとも小さく回ったらいいのかわからんし。昔ランキングボードに載ってたリプレイは、ほぼ V ターンみたいな感じで早めにクリップ取ってたけど。このパワーのロードスターで、その走り方が速いもんなのかねえ。来たんじゃない？セクター1のタイムを考えれば、かなりいいタイムだと思うよ。1部屋で詰めたかな？ここもシフトポイントもよくわかんないんだよな。なんか上があんまり回らん気がする。おおおお。ほぼ自己ベストのゴーストから一写真前に出とる。落ち着け、こういう時は素数を数えて落ち着くんだ。こんな時にわけのわからないこと言うのやめろ。喧騒と興奮を楽しむゆとりを、あなたに。霊夢は一体何を売ろうとしてるんだ。くっそー、このまんじゅうども、重くそハンディキャップじゃねえか。一年で一勝するかどうかの機種が一勝した後に乗ってるみたいな、それくらいのハンディ。いやー。筑波にしてはまあまあの更新幅があったし、これで結構順位上がるんじゃないの？ついに2まで来やがった。筑波でトップからコンマ1秒以内とか、暫定でも初めてなんだけど。やっぱり何か大きな災害の前兆なんじゃない？最悪の源みたいに言うんじゃねえよ。明日も剣気でも降ってくるんじゃないかな。剣締めてるやつ悪ふざけしすぎだろ。3日目。今日はしっかり3時前に起きて、朝ごはんをチャージするくらい余裕がありました。やっぱり芋けんぴが降るわね。なんでだよ。今日は順位は下がってないんだな。そうだね、今日は順位は下がってないんだけど。ランキングボードのボーダーラインが、昨日より上がってるんだよね。0.043 秒の中に6人か、朝のラッシュの電車並みだな。なんかのウイルスに感染しそう。ランキングボードから感染とかどんな疫病だよ。というわけで3時51分、始めていきます。何この幸先悪いスタート。おみくじ引いたら大病引いたみたいな感じだな。だ、大丈夫だよ。滑らないタイムが出るという予告だと受け取っておこう。そういえば、昨日セクター1で謎に速いタイムを見たんだよね。何が良かったのかはよくわかんないんだけど、急に2位とか見たんですよ。二度と見ることはなさそうなタイムね。永遠の別れの時ってやつか。勝手に殺してんじゃねえよ。だけどセクター1はかなり先行できることが分かったんで、これをなんとか再現したいですね。セクター2を718で通過して、ここまでほぼ自己ベストと互角のペース。開始してから何分経った？多分まだ10分くらいじゃない？序盤のペースが無駄に上がってきてやがる。無駄ってよな無駄って。いいじゃねえかよ別に速い分にはよ。調子に乗ってんじゃねえぞ月照明が。俺はお前なしでも生きていけんねんと。何の話だかわかんないしゴディなんだよ。お話中悪いんだけど、最後バカみたいにイン外してたけど。どこだどいどこどん。やっぱり事故で逃してるじゃない。やったぜ。いやー、きつくなってきたねえ。1日目、2日目と、連続して自己ベストを更新し続けてきたから、もしかして今日もいけるんじゃないかと思ったけど。残り15分ではもう厳しいのかね。さっき15周して303だったのが、精神にかなりダメージを与えてる感じがするぜ。メンタルがコイキングくらい薄弱なウプ主に精神ダメージ、そのまま倒れて地面にめり込まないかしら。これ多分初代ポケモンとかの死に方じゃないっすかね。ヒットポイントがゼロになると下に沈む死に方とか、今時の若い人には多分伝わらないと思うの。とりあえずいくら精神にダメージを受けようと、残り時間が少ない状況は変わらないんだ。この状況を打破するために、メンタルを進化させてギャラドスにするか、素早さをトップタイムを抜くくらいまで上げてくれ。ライダースから先手奪うみたいな無茶を簡単に言わないでください。いや、ポケモンはかなり長いこと触ってないから、今となってはサンダースも全然速くないのかもしれんけど、てかサンダースがいるのかどうかもわからんけど。マルマインになれってことね。よー、おまる。何スレッドニックネームみたいに呼んでんの。セクター2も変わり映えしないな。2つ前の自己ベストの時が722で、1つ前の自己ベストが718でしょ。自己ベスト級の区間タイムはよく出るようになったけど、そっから先だな。これは303のゴーストから反射神なら、これ十分事故でいけるよね。どうせまたアンダー出して死んでくれないかな。左成人みたいな文豪を急に使い出すんじゃねえ。
くっそー、ここどれくらいブレーキ踏んでいいのかわからん。とりあえずタイヤ転がしてごまかしとけ。なあ。モンスターみたいな犠牲やめろ。元の順位まで戻しやがった。とごとみたいなリアクションね。最後までランキングボードに残りそうなのもあれだけど、これで初日から3日目まで毎日更新してるのもちょっと引くわ。普通の人はさっきの笑い声にドン引きだと思うぜ。